アビー・ホフマン・アボット、アビー・ホフマンは、アメリカ合衆国の政治活動家、青年国際党の共同創立者、ユダヤ人の家庭に生まれたホフマンは、マサチューセッツ州ウースターで成長し、ブランダイス大学で、ヘルベルト・マルクーゼの影響を受け、政治活動家となる。1968年8月に、イリノイ州シカゴで行われた民主党全国大会において、ホフマンは、 ベトナム反戦デモを行いその凶暴の罪で逮捕された。ホフマンを含む逮捕、起訴された7人はシカゴセブンと呼ばれ、その中にはジェリー・ルービンや後のカリフォルニア州議会議員、トム・ヘイデンが含まれた。ホフマンの法廷でのおどけた仕草はしばしば新聞の一面を飾った。ある時、被告のホフマンとルービンは包囲を着て裁判に出廷した。またある時は証言者として、 中指を立てながら、真実証言を誓うと宣誓をした。結局判決は、無罪となり、ホフマンは裁判官に LSD を試すことを進め、彼の知るフロリダのディーラーを紹介することを申し出た。1969年のウッドストックフェスティバルで、ホフマンは、ホワイトパンサー等のジョンシン・クレアの刑務所習間に、対する抗議スピーチを行おうとして、ザフーのステージを中断させた。 彼はマイクをつかみ、このコンサートは馬鹿げている。こうしている間にも、ジョン・シンクレアは刑務所で腐っている。と言った。風のギタリスト、ピート・タウンゼントは、降りろ、俺のステージから降りろ。と叫んだ。そして、ホフマンをギターで殴った。タウンゼントは後に、シンクレアの習慣に対して、実際にはホフマンと意見が一致していたと語っている。 アビー・ホフマンは何冊かの本を出版している。スティール・ディス・ブック、ファック・ザ・システム、レボリューション・フォー・ザ・ヘル・オブ・イット、ウッド・ストック・ネーションが代表作として挙げられる。彼の自助伝は1980年に出版された、スーン・ツー・ビー・イエ・メジャー・モーション・ピクチャー。そして、最後の本は、死の2年前に出版された、スティール・ディス・ウリネ・テストである。彼の生涯は、 映画、スティールディス・ムービーで映像化された。ホフマンは、双極性障害に苦しみ、1989年4月12日に死亡しているのを発見された。彼の死は自殺として記録された。ありがとうございます。